とは思いっきり抜く。せーの。はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズでございます。なんだこれ、妖怪がいるのか、いないか。はい、本日はですね、はい、こちらでございます。あとね、そうだそうだ、iPhone もそうなんですけども、こんな感じですね、SIM カードが入ってるのは皆さんご存知ですよね。まあそんな当たり前なんですけども、SIM カードにはですね、サイズもございますね。iPhone はですね、結構前からナノ SIM。ほんで最近ではですね、Android でもナノ SIM を使うようになってきました。まあそこでですね、SIM フリー端末を手に入れて、今の端末から、これ差し替えしようとも、マイクロ SIM からナノ SIM みたいなね、サイズ変更が必要になるわけでございますよ。まあそれでね、まあ SIM カードを別途また注文してなんとかっていう方法もあるんですけども、中にはですね、自分でカットしたいっていう方もいらっしゃるでしょう。というわけで本日はてれーん、はい、こちらですね、ちょっとカットの方していきたいなと思います。では早速本日も行ってみましょう。はい、今回ですね、SIM カットセットみたいなのを購入したんですけども、Amazon にて1150円で購入いたしました。これはね、SIM の穴んぼに入れるやつで、これアダプタでございますね。カットした後のアダプタ。ほんでこれもなんだろうな、スライダー的な存在でしょうか。ほんでこれがですね、角の面取りをするためのヤスリ。そんでこちらがですね、本体でございますね。ちょっとね、こちらの方開けてみますと、こうか。ちょっと先ほど動画とかでね、使い方調べてみたんですけども、なんかあるでしょう。ここにですね、SIM をカットして、カチコーンと言わすみたいです。ちなみにね、SIM カードのサイズ、ちょっと見てみましょう。今持ってますがですね、小指の爪ぐらいの大きさ。これがナノ SIM というもの。ほんでこっちがですね、マイクロ SIM でございますね。要はこの金色の部分をそのまんま切り抜いたような感じでございます。まあよくよく見てみるとね、もうほぼほぼ隙間ないような感じ。本番のやつで失敗するとあれだからね、まずはね、これ練習してみたいと思います。この方向でここにセットする。んで、これちょっとのガタつきがあるのかな。ちょっと待って、レビュー確認してみる。なるほど、皆様ですね、結構微調整するみたいですね、ずれるときにね。ちょっと今回の状態だと下がね、まだその何ミリだろう、1ミリぐらい隙間あるので、これを 0. 何ミリぐらい削ってみたいなと思います。ちょっとばらつきもあるのかな、これね。ちょっとこっちカットするわ。少し結構ね、ハサミでも切れるね。ただのプラスチックだわ、柔らかいね。そんでもう一回セットして、ポイッと来ましたね。はい、多分来ました。あとは思いっきり抜く。せーの。さあ、確認してみましょう。これが今の抜かれたやつで、これがカットした後の SIM カード。なるほど。少し金属部分カットされたかな。まあでも、なんとなくコツはつかんだぞ。ではですね、ちょっと本番行ってみたいなと思います。さあ、ではですね、早速本番行きましょう。弟は Xperia を使っておりまして、どうやって開けるんだろう。気持ちだよな、開けるの。大切なのは。あー、いた。はい、SIM が出てまいり、さっきとなんか違う。金属、これカットしていいのこれ。いいんでしょうね。あー、なるほどねー。なんか SIM カードの、なんか、一つでいいこれ。半分ぐらいの確率で失敗するわ。再注文してのあかんかったら。うまいこと。はい、許可取りしましたよ。これ、こっちの方を見てみるとわかるんですけども、こうやってカード入れるじゃないですか。そうすると端子がね、こっち側にね、つまりこっち側だね。こっち側に重要なのがついてるってことで、こう見るとね、こっち側が切り落としていい方、こっち側が切り落としちゃダメな方だと思います。思いますね。うん。なので、ここの銀色部分多分いけるんじゃないのかなと。じゃあちょっとさっきの教訓を活かしていきましょう。まず下側もね、ちょっとカットしいきますね。テイト。そして右端も、テイト。さあ、混んでいこう。よーし、多分、OK だ。上残し気味の左ギリギリ。ではね、気持ちで抜いてしまいます。
せーの。あー、やっちゃった。はい、切り抜いた結果ですね。はい、こんな感じで金属もまあちょっと抜かれてしまってるんですけども、あとはねちょっとヤスリをかけてセットしてみたいと思います。うまくいくといいんですけどね。よし、では早速セットするぜよ。あって、うまくいくといいんですけどね。あー、なるほど、入らない。ちょっとがヤスリで削れってことなんだね、これはね。少し大きめにカットされるみたいです。あ、ちゃんと少し削ったら入りましたね。ではちょっとセットしてみます。ではですね、ちょっと通信設定だけやってしまいます。通信設定のモバイルネットワークアクセスポイントも、IJMIO ですか、これで設定したので Wi-Fi 切ってみましょう。そうすると、あ、4G で繋がってる。ちょっと待って、ゆ検索。あ、いけたね。ちょっと私に電話。あ、いけた。はい、とまあこんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうか。まあただですね、これ一つ言っておきますけども、今回は成功いたしました。ただこれ1ミリでも間違えればですね、今の SIM 使えなくなるので、そこら辺で再発行でお金がかかったりと、余計に料金かかることございます。だからですね、もしされる場合は皆様自己責任でよろしくお願いいたします。以上ですね、マイクロ SIM を、ナノ SIM にする方法でございました。